オーバック、お玉とフライ返しとトングを使ってはいけない縛り、始めるよー。何それ、って言おうと思ったけど、確かにな。さて、今回は2面をプレイしていきます。よろしくねー。投げる？手渡しじゃ時間かかるからね、時短のためにも投げてください。レッツ、カオスクッキング。っていうか、何ここ。イカダに乗って料理とか、私たち時代の最先端じゃない？最先端が、食材をぶん投げたりしないんだよな。一糸乱れず私のところに来たポテトは揚げの工程。カットした鶏肉、おま。今切るから待っててね。川の魚たちにも料理を提供するなんて、うちのレストランは親切だな。はい、鶏肉。これはあれかな？唐揚げかな？クレハタンはいつもどうやって唐揚げ作ってるの？至ってシンプルだよ。鶏もも肉をカットしてジップに入れて、醤油とニンニクと生姜で漬け込むの。最後に小麦粉入れて全体をまぶしてあげるだけ。シンプルだね。というか小麦粉？片栗粉じゃなくて？うちのおかんは小麦粉使ってたから、お袋の味だね。あと生姜も入れるんだ。これは好みかな。生姜入れた方がニンニクだけよりマイルドで、かつ味がしっかりする印象。おぉ、あと30秒しかないぞー。これ切った後は何切ればいい？ポテト、肉、だから、また肉かな。はいよ、切った肉は頼んだ。これ、時間的にあと一品が限界かな。あー、そうかもね。あ、できた、急げー。ふぅ、ギリセーフ。最後の一品が効いたね。あれなかったらダメだったかも。さて、次もイカダレースかな？あれ？また坂がないや。これか。やっぱりこのギミック必要ある？雲の上ですかね。ってことはパスタかな？あ、今度は左の方にホールが見えるね。これだったら提供してるってのがわかるね。地球に乗ってレストラン気分を味わえる。飛行機感覚かな？飛行機より乗り物よいしそう。おっとっと、パスタが焦げちゃう。こっちもお皿によそって、と。ゆっくりはお肉を焼いて。え？あ、そういうタイプのレストランね。あるよね、こういうタイプ。ねえよ。よし、これで一品目は完成。提供します。はーい。クレハタンは魚切ってたから、ゆっくりは二つ目のエビを切ろう。そろそろパスタでも茹でるか、って思ったけど、取りに行けないので魚切ってるね。よし、これで二品目完成。提供ついでにパスタをもなんだよ通れないじゃないかよ。うっし、その隙に魚を焼くのです。え、協力プレイじゃないの？ゆっくりとクレハタンは競い合ってたの？ねえねえゆっくり、どっちがたくさんオーダー作ったか競い合わないか？しないよ、っていうか一緒に料理作ってるのにどういう判定にするのさ。というか、ロラン王子はお帰りください。あなたセレノアの半分以下のレベルなんだよ。あ、閉じ込められた。ちょっとまずいね、次のオーダーお肉だし、その次もお肉なんだよ。よし、なんとかお肉持ってこれたのできるね。これさ、オーダーの順番前後して提供するとどうなるんだったっけ？目立ったペナルティはないけど、順番通りに提供したことでもらえるチップがゼロになってしまうね。ああ、チップってそういう意味合いがあったんだ。次のタイミングで提供しまーす。はーい、頼みましたよ。ゆっくりは切った食材を焼いたり監視してようかな。切った食材じゃないけどさ、お好み焼きとかの上に振りかけられるカツオ節、あれじーっと眺めてられるよね。わかる、カツオ節が踊ってるって言うんだよね。なんでかわからんけどずーっと見ちゃうんだよな。冷めちゃうからすぐ食べちゃうんだけどね。よし、なんだかんだここは楽勝だった。ぬぬぬ、右のは何だろう？よくわかんないからスルー安定。わーい、虹だ虹だー。レッツ、カオスクッキング。今度は？ゆっくりが素材を投げる係、私が切って調理する係、かな？それっぽいね。じゃあ手始めに、パスタとキノコ投げるから調理頼んだ。お任せあーれ。よし、無事に食材も来たことだし、調理しますかねー。クレハタンがキノコを切っている間、ゆっくりはお肉切ってようかな。お肉のパスタってなんだろう？ミートソース？いや、トマトは入ってないから、多分ボロネーゼかと。じゃあキノコのパスタは？なんだろう？和風パスタとかかな。さて、出来上がったのはあの下の地球を使ってゆっくりに渡せばいいのかな？はい、置いたのであとよろしくー。あいよ。っていうか待て。どうした？私なんか調理ミスった？料理は完璧だよ。でも、これ、ゆっくりに渡さなくても、下にホールあんじゃん。あ、本当だ。じゃあ、ゆっくりの横にある、その提供場所は一体。
うん、気にせず次作ろう。次はキノコとお肉。ゆっくりはその次のキノコを切ってるよ。はいよ、もうすぐ第二陣が完成するからそれよろしくね。ちょうどいいからキノコを台に置いて、お皿も台に置いて、と。あ、ちゃうやん、お皿そっちやっちゃあかんやん。そうだね、洗い場はゆっくりの方だね。かむば僕お皿人参、人参、玉ねぎ、玉ねぎ、じゃがいも、じゃがいも、お肉、お肉、熟カレ、熟カレ、入れたら、入れたら、はい、出来上がり。あ、カレーの CM 歌ってたのか。カレー関係なくてくさ。さわくさでもオレガノだよ。バジルの次はオレガノかい。うおぉ、地球国聞こえ、最後の一品間に合わないじゃんかー。アップな。チップも提供数も、かなりギリギリだったね。さて、お次は何かな？洞窟？みたいだね、行ってみようか。ブリトー？トルティーヤと何が違うんだろう？とりあえずパン生地みたいなやつに、お米と具材を乗せるみたいだね。ていうか今度は何？採掘員さんたちに向けたレストランなの？みたいだね。ほら左の方、安全ヘルメットをかぶった人がいっぱいいる。食事中もヘルメットしなくちゃいけない場所で、レストランを経営するなぁ。まあ正論だね。調べたところによると、トルティーヤってのはパン生地のようなもののことを指すみたいだよ。え、そうなの？よくコンビニのお弁当売り場でトルティーヤっていう商品見るんだけど、あれ生地の名前だったの？そうみたい。で、そのトルティーヤ、つまりパン生地でいろいろな具材を巻いたもののことをブリトーっていうみたいだよ。へぇ、そうなんだ。え、じゃあさ、タコスと何が違うの？あれもパン生地みたいなので包まれてるやん。確かに。ちょっと待ってね。タコスっていうのは、基本的にはブリトーと大差ないみたいだね。トルティーヤ。パン生地や具材、巻き方に違いがあって、その差でブリトーかタコスになるみたい。へぇ、そうなんだ。具体的にはどう違うんだろう？まずトルティーヤの原材料は大きく2つあって、トウモロコシを使ったコーントルティーヤってのと、小麦粉を使ったフラワートルティーヤってのがあるみたい。コーンならタコス、小麦粉ならブリトーみたいだよ。へぇ、なんかトウモコロシの方がちょっと甘そうだね。トウモコロシ？姉ちゃんかな？で、次に具材、お肉やトマト、チーズなどが好まれてよく使われるのがブリトー。魚介やキノコが多めでサルサ、つまりチリベースの辛いソースね。あれを使うのがタコスみたい。あ、確かにタコスは辛いイメージがあるわ。で、巻き方、具材を乗せて2つ折り。あれだね、スイーツのオムレットだっけ？あんな感じにするのがタコス。具材を乗せてくるくる巻いたのがブリトーみたい。あ、それもなんとなくわかるかも。まあでも、時代も変わってきてるし、一概に巻いた巻いてない、とか、お肉お魚。っていう違いで分けることは減ってきているみたい。なるほど。じゃあほぼほぼ同義語ってことでいいのかな？いいんじゃないかな。あ、でも、サルサの有無で分けるのは結構大事みたいだよ。なるほど。じゃあ私は辛いものが苦手なので、一生トルティーヤだけ食べることになりそうだね。そこはトルティーヤじゃなくて、ブリトーな。さて、全く調理の話をしていなかったわけだけど、そうですね。この世界ではお米を炊いて、お肉かキノコを切って焼いて、最後にトルティーヤに乗せて提供、という流れになります。こんな山の中で採掘してるわけですからね、炭水化物と脂質でスタミナをつけてもらわなくちゃね。あれ？じゃあステーキランチ出せばよくない？爽やかハンバーグ、鉱山店。おお、これは結構いい感じだったね。あ、ロビンだ。ケビンな、ケビン。さて、次行きましょう。レッツ、カオスクッキング。なんか久々に厨房っぽい厨房になったね。まあ厨房中央に穴が盛大に開いてるけど、って、え？なんで食材置き場がトロッコで移動せなあかんのやー。というより、こんなところで調理させんなし、いつ落盤事故来てもおかしくないで。まあ落盤事故来た時は、そこにいるお客さんも運命共同体ってことで。よくねえわ、うちは自分の命の方が大切じゃ。しかしあれですね、こうも閉鎖的な場所で作っていると、煙吸って一酸化炭素中毒になりそうですね。落盤事故は許せるのに、一酸化炭素中毒は許せないんだ。まあマジレスするなら、空気口ぐらいならあるんちゃうん？あ、そっか、ないと岩盤を削った粉塵で、上、下ほ、ごほってなりそうだもんね。
つまりここの名物料理は、ブリトー、粉塵の香り仕立てってこと？言うと思った。ほら、無駄口叩いてないでオーダーこなすよ。クレハさん、次のオーダーは？肉と肉です。は？だから、肉と肉です。文字で細かい指示出されても、何も伝わらんのじゃあ。さっきの余談だけど、ブリトー、もしくはタコスにおいて、鶏肉は、フライドチキンを使うことが多いみたいだよ。お、それは美味しそう。だけど、私、生チキが苦手だから、ファミチキでお願いします。なんでや生チキうまいやろ。もしやクレハタンは、あなたとコンビニの回しもんか？いや、単純に生チキはちょっと香辛料が楽って。そっちかい。あ、でも、棒に刺さった唐揚げは好きだったよ。好きだった？ああ、そうか、販売終了だっけ？完全終了したわけじゃないみたい。うん、なかなかいい感じ。さて、本日最後の料理は何かな？お、ハンバーガーやん。私、ハンバーガー大好き。クレハタンは何味が好き？え？ライスバーガー海鮮かき揚げ。ちょっと斜め上でびっくりした。普通のは？ないの？チーズバーガーとかさ、照り焼きマックとかさ。そうだな。あれだね、サウザン野菜バーガーかな。どっちもモスバーガーじゃねえか。昔住んでた家の近くにモスがあった時、よく、サウザン野菜バーガーにオニポテのメロンソーダのセットを頼んでたな。オニポテはわかる。しかし、ここの店舗はハンバーガーしかメニューがないのな。ハンバーガーしか、じゃないよ。チーズバーガーもあるよ。黙らっしゃいおっぱい魔人、そういうこと言ってんじゃないのよ。っていうか、チーズも包丁で叩かなかんのか、冷蔵庫から出したてなん。塊なんだよ、チーズの塊。そういうのは、営業時間前に仕込み作業として小分けにしておいてください。まあまあ、とりあえずお皿洗ってるね。お肉を焼くよ。その間にチーズを切って、と。お皿洗ったから、バンズ用意してるね。ああ、待って、先にこれ提供したい。よし、クレハタン、次はお肉二つだ。はいよ、受け取りますって。じゃあ今度こそ、バンズの用意をします。それ置いたら手持ちぐさたか、お皿持ってくるから洗っといて。はいよ、桃栗3年、皿洗い8年、頑張ります。長い修行期間だな。新人、次は肉とチーズだ。はよ持ってこい。ヘイパス。バカのーん、食材を手荒に扱うなと何度言えばわかるんだ。サーセンス、こんな場所で新人研修させられてるんす。みんなストレスが溜まってきてるんす。だからといって、物に当たっていい理由にはならないだろう。対戦、よく考えてくださいっす。お肉を投げることで、繊維を壊し、柔らかくしてるんす。なるほど、言われたことだけをやるのではなく、自分でちゃんと考えて行動しているんだな。立派だぞ。って言うとでも思ったかバカモン。ゆっくり、びっくりしちゃってお肉とチーズ別々にバンズに盛り付けちゃったよ。まあまだ時間はありますし、チーズを移し替えたらどうです？それがだな、不思議な力で引き剥がせなくなってるんだよ。ミステリー。さて、汚れたお皿でも洗いますか？クレハタン。あ、はい、ごめんなさい。お肉2個とチーズ1個かな？チーズの前にバンズを置いて、と。はい、チーズです。たまには自分で切ってもええんやで。いや、これは海鮮の潜在特許なんで。潜在な、潜在。また置く場所間違えた。あ、時間切れでお客さんが帰っちゃった。ミスはあったけど、星さんだからいっか。また王様が呼んでるよ。少しは酒焼け声が改善してるといいんだけどね。はい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 、何ですか？おぉ、帰ってくれるのが遅いぞ。何をかっそう、今度は出だし、そう、どれこれ未来の感じの力を感じてるのや、そう、あれあれ、なんていう具合だったかのう、セーブーさんのびっくりの金の玉、やっちゃって金玉や、あれを探してってくれないか。おいケビン、お前飼い主の教育がなってないんじゃねえの？あ、エモートできるんだ。本当だ、料理中、特発とかもあるね。まあいいか、クレハタン、とっとと行こう。はい。ということで今回はここで終了です。また次回もお楽しみに。バイバイキーン。